両選手の方へ意気込みを伺っていきたいと思います。まずはアウェイ側マチャボー選手、試合前の意気込みをお願いします。そうですね、コサ選手はあんまり多分 1,2 回ぐらいしかまだ戦ったことがない対戦相手なので非常に楽しみなのと、あとは前回、ジャパンプレミアで僕は剣に負けたりして結構剣に嫌な思いをしているので、ここで払拭したいなと思っています。頑張ります。お願いします。頑張ってください。さあ、そして対するはホームチーム側、コサ選手、意気込みお願いします。はい、マチャボーさんとはなんか CPT の2020年の9月の東南アジアにっていう大会の時に、マチャボーさんがゲストで呼ばれてた時があって、その時に僕がまだスト5の時でゼック使ってて、なんか対戦をした後アドバイスをもらうみたいな企画を公式でやってて、でその時にアクションが少なすぎるからもうちょっと選択肢散らすといいよみたいなアドバイスをいただいて、ちょっとまだアクション少なめなんですけど、あの時いただいたアドバイスをなんかお返しできたらいいなっていうふうに思います。頑張ります。なるほど、はい、期待してます、はい、頑張ってください、ね、はい、ここはどのような試合展開になるのかちょっと我々も想像が難しい、まあ、お互いかなり手堅いタイプのプレイヤーですからね、どちらが先手を取るのか、ね、さあこちら、はい、ディビジョン S 第9節デトネーションフォーカスミー対福島いぶしゲーム中堅戦、マチャボー対コサ見ていきましょう。お願いします。おー、まず踏み込んでいったマチャボー、先にアクション仕掛けたのはマチャボー、しかしハード、そして対空バッチリ、対空精度も抜群ですからねマチャボーは。体力リードを取られているのはコサ、マチャボー画面端です。コサの歩きに対してマチャボーが踏み込み中足をねうまく当てているという状態ですね。今歩いているのであれば、まあ、中足下段が取りますよね。そして波動重ねからのスライ、中段が入ってのパーフェクト、まあ、コサのやはりね様子見に対してのマチャボーが深めにね攻めているのが今印象的ですよね。そうですよ、かなりアグレッシブな感じですよね、はい、やっぱりコサの戦闘スタイルを踏まえた上でのこの攻めですかね。しかし牙を向いたコサ、中足から難を取る、ドライブ差が若干生まれています。そうですね、まあ、剣は触った時にね陣内脚で固めていきたいんですけども、後期は OD 勝利のリーチが長いので、はい、結構確定取られちゃうというところもありますね。剣的には嫌なポイントです。中足ラッシュ、ここは強パンチから素晴らしい、大きく体力リードを取ったコサ、そしてここでダウンを前投げ、この画面端後ろ投げで脱出、マチャボこの脱出でかいですね。ここから全然逆転することができますよ。ザンク、そして踏み込み中パンチ、しかし地獄車が入って、おお大ここでの一文字暴れ潰しですね。さあコサが一つ返した、1セット目から最終ラウンドなど踏み込み中足に対して判定が違いましたね。下準備でしゃがみ中パンチ、しゃがみ中継やられて大きく出るので前投げと、わー読み勝った。さあここはバックステに対して、おコサ画面端ですが途中キック、さあドライビー少ないんでここで豪気の技当たるとバウンドまで行ってしまう。うまく両者が投げを通せなかった形をフォローしたのが先にマチャボー、さあこれで間がつきまで行った。そうですね、ただこれかなりもうバウンド近いですが、ゲージあるんでこれ SA 食らったら攻撃がもう終わりなんで、なるほど、いやー出してきた。これは結構ガッチめの読み合いでしたね。これ起き上がりの、まあ、バウンド狙いですか。そうですね、今大パンを顔させれば確定バウンドだったんで、まあ、強気にいったんですけども、まあ、ここはしっかりと打っていきました。コサはね、無敵技当てるのもすごい得意なプレイヤーなんですよ。かなり打つプレイヤーで、ここもやっぱりしっかりと当ててきましたね。先に1セット目勝利したのはコサ、立ち回り手堅く勝負どころは大胆に、それがまあコサのプレイスタイルです。マチャボに対して1セット先制、おっと、お垂直見逃さないですね、こういうごちゃった時のね空振りもちゃんと台数させていく。かなり大きくドライブが削られたのはマチャボー。そうですね、この距離なら確定がない。距離を見てコウさんも行動を変えている。さあここでもしゃがみ中パンチが機能しました。いいですね、ちゃんとマチャボに攻めさせてカウンターを取るっていう技の当て方ができてますねコサ。さあコサただここでドライブ下がります。これを追うと
このゲーム難しいんですよ、ここ。うまい、中足から、あの下がりに踏み込んで差し入れた。シャッカゴー、この受け上がりも、どうだ、うおー、伸ばした、ゲージ溜めた、おーさあ、新聞陣内客までつないだ、ドライブゲージをマックスまで使うことで、SA ゲージを2本溜めてましたね、今の、もう完璧な、完璧な SA ゲージを、もう今のは見事としか言いようがない選択ですね。今の一手からリーサルまで導いたコーサー、これでマッチポイント。サンタのリーサルでしたね。うまい。コーサーがマチャボーに対して打撃をうまく当てていっている。差し合いでね、そのコーサーが差し、あの競り勝つ瞬間がかなり増えてきましたね。さあ、中足。そうですね、中足はね、かなりマチャボー当ててるんで。おお、ここで読んでいった。そしてこの無敵技の駆け引きは、シャッカ主導でうまくマチャボー手痛い押し置き。これでバーンドスキー。次のラウンドを見据えての SP バワクスキー5、これどうするか。そうですね、こうそうですね、まあ返されてもいいよというしばらくバワクが続くと、ね、はい、マックスさん残るな、これさ残って、うん、バウンド中のマチャボー、おー、ここで頭蓋が入った相打ちです、はい。さあ、マチャボー SA1 つセット目、最終ラウンドです。剣的にやっぱこの下中 P を当てるのがやはり本命になりますね、差し合いは。踏み込みを見て、おお、ここでもジャックキック、踏み込み中足当たらないようにケアしてますね。しゃがみガードと後ろ歩きをしっかり使って、お前、そしてこれ一文字もっと伸ばす。さあ、これもリーサルだ。さあ、ジャボに対して前投げ、コーサー2つ目、ね、投げ食らえないですからね。さあ、もう投げも、そうですね、もう投げも食らえないですね、このダイブだと。昇竜、はい、体力差大きく開いている。オーディ波動とかがもう致命傷になって、おお、ここであえて打っていった、打たせた。さあ、ここで滅殺高波動によるバーンアウト。 SH でもリーサルなんで、これ剣的には攻撃的にもね、無理して攻めることはできないです。波動波動波動と、いいプラン、確実な実ダメージを取ってます、ね、これで削り圏内まで。どうだ、おお、当たった。ゴーディゴハドチェ、ここでうまく当てましたね。もう今のはもうあれ以上削られるのも嫌という判断でしたね。いや、いいプランでしたね。まあ、ゴーキやっぱりこの波動機が非常に優秀なので、バーンとして削ってっていう展開でしたね。おお、開幕。さあ、マーチャボもちょっとアクションの仕方を変えてきてるか。ここはちょっと差し合い、差し返し見られてるんで、はい、そこをラッシュで攻めていくっていうね、まあ格ですね、立ち回りの踏み込みで見に行っていると、うん、ジャスパからうまくコーサー、うわー、下準備、これでかいっすよ。さあ、この状況で画面端、これはあのプラス5からの投げなんでバックステも入ってないです。おっ、シミが取ってるがコンボはつながっていない。このチュアシートでかすぎる。さあ、ジャック、技の使い分けがいいですね。無理はしない、うまい。そして下がってのハード、いや、この技のね、どんどん使い分けがしっかりしてるので、差し返しとかがなかなか狙いづらいですね、コサ相手に。小技の使い方がうまいですね。踏み込んできた。さあ、コサもアクションしてきている。さあ、マチャもかなり攻めづらい展開でしたが、差し返し決めていく。しゃがみ中パンチ、スカリに対しての中足、しかしここでは無敵技ヒット。踏み込んだお互い、踏み込んできている。あー、伸ばした。しかしドラムゲージがこれね、ほぼないんで、これ勝負どこだな。あ、遅らせ投げだ、遅らせ投げ。あー、もう打撃リサル。あ、あー、うまい。さあ、ここは中足に対して的確に差し返しを決めてきたコーサー、マチャボーに対して2セット先制となりました。おめでとうございます。めちゃくちゃうまいですね。なんか、あの、かなりマチャボーの踏み込み中足がダメージになってたんですけども、はい、後半はその踏み込み中足に対して透かしたりとか、先に技を置くっていう展開で、逆にコーサーがね、ダメージ重ねてましたね。マジうまいな、今の。